ある。Hello, welcome back to my YouTube channel, Spanish Family. I'm Zuchan, Level 3 Local Food Hunter. ということでね、今日やってきましたよ。ここ、まあ、ペタリンジャーなんですけれども、マレーシア SNS 界隈を賑わせているラーメンがあるということでね、クラブに乗ってやってきました。なんとね、コリアンラーメン。まあ、聞いたことあるかもしれないですね。最近人気話題ということなので、ちょっと私もチャレンジしてみようかなと。ローカルフードハンターといった手前あれなんですけれども、まあ、ドリアンラーメンは果たしてローカルフードなんですかね、ちょっと分かんないですけど、こちらです。麺屋ししどうさん営業してます。よかった、営業してる。いや、なんかインスタとかで見てかなりパンチのあるビジュアルをしてたんで、ちょっとね、この間ドリアン食べた感じですと、まあワンチャンいけるかなと、私にも。まあドリアンとラーメンですよ。混ぜるな、危険です、完全に。それをやってくれた、そこに痺れる憧れるのラーメンということで、ね、本当に舌痺れそうなんですけど、多分ちゃんとのれんがあります。ここはオーナーは日本人なんでしょうか、ちょっとわからないですけど、お店の、なんすか、この建物めっちゃおしゃれですね。ジャパニーズスタイルです、完全に。提灯がいっぱいあって、ししどう、ししおまこと。で、今回ということで行ってきます。うわ、本当にあるね。40リンギット。この間食べた XO のドリアンとほぼ同じ値段だわ。ビデオの撮影 OK ということなので、もう大胆に行かせていただきましょう。果たしてやってるんですかね、ドリアンラーメンは。ちょっと待って、普通にラーメン美味しそうだな、ここ。あ、うわ、ある。これね、あれですね、特にドリアンラーメンが高いというか、あ、まあ比較的全部それぐらいの値段ですね。ノーマルのラーメンは26、まあまあまあ一風堂もこれぐらいですよね。もう行っちゃいましょう。来ました、これです。こう、うわ、本当に頼んじゃった。おう、Do you order durian ramen? Is it durian ramen? Yeah. Wow. Crazy. How fun. やばいっす、見た目にパンチがあります。怖いな。お店の中もね、あっちのにだるまが置いてあったりして、ちょっと素敵な感じですね。ここにスープと麺を入れる発想はさすがに日本人はなかったよ。日本にないし、ドリアン。ベースは何なんですかね、豚骨なんですかね、ベースは。豚骨だったらもうその時点でほぼほぼのマレーシア人は食べれないですよね。豚骨ね、ポークボーンベースス、ちょっとなんて英語で言うのか分かんないですけど、豚骨は豚骨か。いや、楽しみですね。やばい、来ました、来ました。匂いいきます。おお、あれだ、あれです。完全にドリアンの匂いです、これは。本物っす。おお、あれ、でも、あれでもなんか匂い感じなくなってきた。ネギだ、ネギのせいだ、多分ネギが消臭効果発揮してますね、これ。なんでこれ一瞬最初ドリアンだったんですけど、途中からネギになりました。完全今鼻の中ネギです。ということでね、ちょっと味が荒れそう、やばそうなんで。うわー、すげえな、これ見た目がやべえ。おぉ、あー、うー、今のでなんかサムネ使えそうなあったらいいな。ちょっとラーメンなんでね、早く食べないと伸びちゃうから、ちょっと怖いですけど食べます。スープから。豚骨スープめちゃめちゃうまい、これ。一風堂よりも濃厚っすね。できたら最初は普通に豚骨ラーメン食べたかったレベルです。ここのベースの味が分かんないから、もう完全に初見ドリアンラーメンの豪華です。ちょっと麺いきます。
ドリアン来る。ちょっとドリアン来ますか。これ考えたら天才かもしれないですね。ドリアンと豚骨の味ってちょっと似てるんですよ。でね、ドリアンはちょっと分かんねえな。ちょっと開幕1分でもう鼻がバグり始めました。これがドリアンの匂いなのか、ネギの匂いなのか、豚骨の匂いなのか、もう判別がつかなくなってます。ちょっといただきます。あ、でもこれはドリアンですね。ドリアンって味が3層に分かれてて、最初やばいんですよ。で、2層目結構フルーティーでいいんですよ。で、3層目これ匂いでくるやつなんですけど、やばいんですよ。じゃあ麺とドリアンいきます。合う、これ合うぞ、マジでこれ奇跡のコンビネーションに来てますね。これネギってすごい強いじゃないですか、味。これの味がドリアンにも若干のネギ味があって、ちょっと表現できないですけど、いや違うな、ドリアンだな。予想外の展開ですね。奇跡のマッチングですね。ていうか、そもそものラーメンのクオリティがめちゃめちゃ高い。めっちゃうまい。このラーメンがドリアンで決して邪魔されてないですね。クリーミーさが加わって、ドリアン独特のやばいスメルがネギによって若干中和されて、すごくクリーミーさが際立つみたいな、そんな感じですね。頑張って食レポしてるつもりなんですけど、多分伝わらないと思いますから、これ言語化できる人いたら文学賞ですよ。これ普通にハマるレベルでうまい。これラーメン好きは一回来て損はないですね。チャーシューもめっちゃうまいですね。チャーシュー味玉、うわクオリティ高えな。わかります、この味玉うまい。普通にめちゃめちゃクオリティ高いですね。なんすかね、これやばいですね。めちゃめちゃなギャグ漫画描く人の画力が実はすごい高いみたいな、臼田恭佑みたいな感じの現象が起きてますね。いや、これパナーにも食べてみてほしかったな。どういう反応したかな。今度目つぶって食べてもらおうかな。ぜひね、あのドリアンが苦手っていう人もね、食べてみてほしいっすね。この間ドリアン食べてみて思ったんですけど、やっぱりそのマンゴーは食べれないけどドリアンは食べれるっていう、ちょっとした特殊な味覚をしてるみたいな、やっぱ参考にはならないかもしれないですけど。What kind of durian?At Grand Chili, two types of durian. Oh, chef and boss. もうやっぱ日本人が。ありがとうございます。ごちそうさまでした。はい。というわけで、まあ、あれね、豚骨ベースになっちゃうんで、ちょっとムスリムの方は残念ながら食べれないかもしれないですけど、そうじゃない方はぜひトライしてみてほしいです。50レンゲでしょ。1500円。だから日本のラーメンで言ったら1500円だから、なんかまあ一風堂でめっちゃなんかいろいろ。乗せまくったらあれぐらいするかな、しないか。ドリアンシーズン開幕だ。